ベデリア地区は、イタリアのカンパーニア州サレルノ県、アシエイアに属する遺跡の残る地区である。ベデリアという地名は、古代都市エレアのラテン語名ウェリアにちなむ。この古代都市は、本来、マグナ・グラエキア時代にあたる、紀元前538年から同535年頃に、キリシャ人たちによって建造されたもので、当時は、ヒエレといった。この町が有名なのは、 哲学者パルメニデスやゼノンも含むエレア派の根拠地だったためである。古代エレアのアクロポリスの遺跡はかつては岬にあったものの、現在は内陸にあり、中世にカステランマーレデラブルカと解消した。ヘロドトスによれば、紀元前545年にペルシャ軍に抗議されたイオニア人たちはポカヤから逃れた。8年から10年ほど会場を漂った後、彼らは、 現在のイタリアカラブリア州にたどり着いた。彼らはおそらく、当時メッシーナにいた哲学者クセノパネスの助力を仰ぎ、海岸沿いに北上し、ヒエレの町を建設した。後にエレと解消し、さらにエレアと呼ばれるようになった。この町の井戸は、ポカイアとほぼ同じであった。エレアは、ルカニア人たちに征服されることはなかったが、結局は、紀元前273年に、 ローマに並行され、古代のルカニアに組み込まれた。門やいくつかの塔の痕跡の残る、総延長約5キロメートルに及ぶ支壁の遺跡が現存している。それらは3つの異なる時代の産物だが、そのいずれにも地元で産出する結晶室の石灰岩が用いられている。より後の時代になると、レンガも用いられるようになるが、その形態はこの場所に特有のもので、 片側に二つの斧型体の溝が引かれ、面積約10平方センチメートル、厚さ約10センチメートルである。それらはいずれもギリシャのレンガインが推してある。遺跡には貯水槽跡や建造物群の遺構なども残っている。この遺跡を含む一帯は、チレント及びバルロディディアの国立公園に指定されており、マグナ・グラ駅や時代や中世に重要な地域として機能してきた歴史を留める。 優れた文化的景観として1998年にユネスコの世界遺産に登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。